んめるっ,つったんだあの時年もうん、こんなごたごたしてるところでもう俺はやらないから俺は辞めるからって言って「ってかかあの時ねふちくん辞める」っつってね「ふちくんはいなくなる」はい、で川田は新日本に行くっていうのを聞いてたんですよ、はい、そうするとレスラーは誰もいない、はい、ってことはもう全日本はもう普通に消滅、はい、で泣き見くんのおばあ様が恭平もう辞めよっつって辞め閉じたんだよ。うん で閉じたらフチ君が帰ってくるし <laughs> 川田も全日本でやるとか言い出してケアも残ってカンセンもいるでなんでできんじゃんってなっちゃって <laughs> 俺本当はノアに行こうかなと思ってたのに、ね、これはちょっと裏切れなくなっちゃったなと思って行き場を失っちゃったのが俺だよだからまあ全日本残ったんだけどなああれはどうなったのかなああそこで俺がノアに行ってたら でもまだその時元子さん元気だからまあそれを裏切れないからまずありえなかったけど。